よし、よしよし、よし、さあ、はい、ベースランニング、おお、ね、ベースランニング行きました、はい、直球のやつが、あの、はい、ベースランニングさ、はい、基本っていうか、まあとりあえず分かってることは速く走らなきゃいけないというで、そうっすね、もう僕のあの一塁ベースで一塁から走ってくる、はい、どこ踏む、あ、駆け抜けっすか、駆け抜け、最初手前、ベースの手前、ベースの手前、まあ正確に言えばこの端っこだよね、なぜかというと一塁手はやっぱベース足を受ける、はい、その怪我防止でこっちの端っこ、はい、で走った後は何が大事、すぐ二塁に行ける準備、じゃあやってみよう、はい、正解、あ、本当ですか、うん、おはようございます、なんでお前のはさ、こうやって走ってって、一頃走るよね。例えばここがゴールだとしたらさ、ここでトップスピードから、こっから急ブレーキで、全体を把握しなきゃダメだよね。なんで全体把握するの？後逸した時とかに。そうそう。で、できるだけ最短で向かおうと思ったら、それは勢いもつくよ。お前あれだけのスピードでもこんなとこまで来てんの、こっから行くのとこっから行くのだったらどっちがいい、だからもうトップスピードで行って抜けたらすぐもうスピードダウンしない、スピードダウンしながら全体、あ、アウトだって言って帰る、エラーしたらそのまま行く、わかる、そういうことができないと次の塁狙えない、わかる、はい、森さん、じゃあ俺がエラーでアウトどっちか言うから、そしたらそこの3分の1ぐらいのところに、エラー、ほらほら、お前こうやって抜けてここまで行ってエラーって言って自分で確認しないよ、ここまで行くうちにトップスピードの中でも反転しとかないと、でこうやって行かない、はい、エラー、そういうことが大事だ、確認が遅すぎる、まず駆け抜けでは大事、ね、はい、だからもうポンってここでもう確認できたらもうしょうがないよ、ギリギリの時はとにかくこうやって駆け込んでどっちか自分でもわからない、そしたらもう確認しない、確認の動作で、できるだけスピードを緩めないでいけるように余力を残しておく、わかる、完全にこうやってやった後にこうパッと止まってこう確認するんじゃなくて、やっぱ体っていうのは少し動きながらこう確認しといた方が行きやすいです、だから余力を残しとく、ここに、わかる、そういうことが駆け抜けでは大事という、はい、今度ツーベース、さあツーベースのはどうしたらいい、まずこっちの足はどっち、一番左でしょ、左、はい、もう左で習いましょう、ああ、どっちでもいい、はい、どっちでも足があった方でいい、はい、だからその代わりスピードを落とさない、はい、どっちみち回っていかなきゃいけない、はい、だからベースのどこ蹴る、まあこの今の端で、はい、このカムで、はい、ちょっとやってみるよ、ツーベース、もう押さえとったら進学生、はい、はい、はい、今ちょっと足合わせたよね、はい、足合わせない、足合わせたらスピードが落ちるから足合わせないでそのまま右でもいいんだな、当たらないように体倒してる。できるだけ、はい、コーナーの時に体を倒す、はい、で、小さく回る、スピードを殺さない、それは何だ、
最短で回って最短でトップスピードで見る。最短だとさ、はい、距離的に言えば、こうやってまあ膨らんでもいいよね別に。はい。でこっちを膨らまして、こっちをまっすぐ、どっちを選ぶ？こっちを膨らまして、こっちを最短。なんで？理由が分かってないと何の意味もない。もう何でも言うけど、 T の時もそうだな。なんでこういう T をやるのか、その意識が分かんないと、やっててもやらされてるだけで上手くならない。分かる？でなんでこっちを膨らんで、こっちを側線的に入りたいの？じゃ距離的には膨らみでいっても、こっちが大きく膨らんで直線いっても、距離的には変わらないわけ。変わらないとするじゃん。そしたら なんでこっちを直線的に行きたい？じゃあさ、向こうから直線的に走って、はい、ちょっと走っていって、もうセカンドあの一塁ベース蹴ったような手で行って、もうホームベースが一塁ベース、はい、である程度膨らんでこっちに入っていくのと、直線的に入ってくるので、だからここ駆け抜けていく。はい、はいはい、やった。そうだな、これがセカンドベースでな、駆け抜けはないけど、はい、今度は直線的に入ってくる。はい、いいか、はい、大体セカンドベースってフォースプレーっていうよりもツーベースのタッチプレーだよ、はい、なボールがそれるよ。ボールがそれたりなんだかんだするよね。その時に膨らんできたら1点しか滑る価値がなくなる。大体向こうから膨らんで 1,2 ベース蹴って膨らんできてセカンドベースに到達しようって、大体ツーベースだって自分で分かってた。そしたらこの1点しかスライディングすると場所がなくなる。ほんとは内野手ってこうやって見てて、膨らんだか膨らまないか見てる。そしたらもうここしかないんだ、スライディングしてるっていうところ。だから見なくてもここにタッチを置けばアウトになる。違う？お前セカンドやってた。そこまで見てないじゃん、膨らんだか膨らんでないかって。なんなの？でもあそこから直線的に入ってこられるとどっちでも逃げられるんだ、スライディングが。だから膨らんで直線的に入ってくる。だからそういう理由がある。だから最終地点だっていうのが三塁打に決めた時は、ここ膨らんでもいいけど、セカンドベースから直線的に入った方がいいんだよね。だからそういう風に走路ということは決めていく。走塁っていうのは、なんて走塁だけで勝てる時ってあるからね。そのぐらい走塁、まあ盗塁もそうだけど、走塁っていうことはすごく大事なことなの。だからそこに意識があるかないかによってやっぱ変わる。だから走塁って走りゃいつもじゃないんだよ。やっぱ走路も考えなきゃいけないし、ね、相手の外野手の肩、うん、そこでどっちにスライディングするとか、どっちにそれるとか、はい、だからシートノックをよく見ときなさいって、ね、この外野手はシュート回転をする、ね、ほとんど。そしたらシュート回転したらこっちに逃げた方がいいとか、そういうことまで分かってると1点入ったりとかさ、することにわけじゃない。己を知り、相手を知ったら100戦やって負けなしっていう言葉があるんだよ、はい、相手も知るという。分かったかな。